ホテル業界的に言うと割と新参者なわけですよ。そうそう、昔からやって、それこそそのさっきの東横インとかさ、はい、なんかプリンスホテルとかさ、うん、なんかそれぐらいのホテルのチェーン、なんか大手資本系のチェーンみたいなんじゃなく、鉄道会社とかそういうんじゃなくて、普通にベンチャー企業で不動産会社で始めて、石川県で、でそれで大きくなっていったっていう中で言うと、やっぱりそういうところのまあベンチャー企業家的なところが面白いよね。で、あの、なんかちょっとド派手な奥さんをさ、社長にしてさ、バーンって出してみてさ、うん、え?とかって、なんかちょっと、ちょっと色物っぽいじゃん。うん。うんって、色物じゃねえかよ。うんじゃなくて、色物だろ。はい。どこからどう見ても。はい。でも、だからこそ目立って、こう、広告塔になってます、ね。いや、だからそういうところも含めて、不動産業界に今までいなかったタイプの人だよね、ホテル業界には。確かにホテルの、うん、例えば創業者さんとか、うん、その社長さん関係者の方とかでこう顔が思い出せる方ってアパホテルのあの奥様しかいない気がします。でしょ、うんうん、すごいよね。他でホテルの方って言われるとむしろ誰が建てたんだろうっていうものばかりですよね。だから、うん、ホテル選ぶときにアパでいっかみたいな感じになるっていう。確かに思い出せます。うん、それでかいのよ。まあ、ちなみにだから、あの、まあ、例えばさ、ドーミーンとかさ、今さ、もう部屋にさ、うん、あの、ユニットバスつけてなかったりとかするわけよ。うん、そのもうシャワーだけにしたりとかしてんだけど、そういう流れって、それもやっぱり今までのホテル業界では絶対ありえなかった。うん、必ず部屋に、あの、風呂つけなきゃっていう、もう頭があったわけですよ。うん、これはいつできたかっていうと、実はあの、東京オリンピックの時にできた。東京オリンピック、1964年の東京オリンピックの時、前の東京オリンピックの時なんですけど、その東京オリンピックの時に、東京オリンピックで外国人の観光客がたくさん来るから、ちゃんとしたホテルを作んなきゃいけないということで、どうやってでもこの短期間に、一つ一つの部屋に湯船とそのシャワールームつけなきゃいけないんだっていう話になって、これはもう無理ゲーだってなったわけですよ。だって選出とかあるわけだから、職人も足りないみたいな。その時に作られたのがユニットバスなんですよ。工場で、あの、大量生産できて、あのね、あの、プラスチックでできた湯船に、みたいな、うん。もう部屋ごとあれ、工場で作ってるわけですよ。だから大量生産できるわけですよ。うん、っていうので、ユニットバスって考え方できたし、あの、風呂が憧れだったのね、あの時代は。昭和30年代って、家風呂がない家が多かったんですよ。だからあの頃はみんな銭湯に通ってたわけですよ。はいはいはい、家に風呂がなくて、うん、銭湯に通ってた時代からすると、もうユニットバス、超高級みたいな。俺からすると、ユニットバス、しょぼってなっちゃうんだけど、うん、そうじゃなくなってるっていう。で、そういうところのいろんな、その古いビジネスホテルの常識を打ち破ったのがアパホテルで、うん、アパホテルのフォロワーとして、それこそカンデオホテルズとか、なんか、スーパーホテルとか、そういう、そのドミーンとかいろんなものが、やっぱ、あれは、一つはそのアパホテルが作り上げた市場だというふうに言えるよ。そこを他が真似してきてるみたいな感じですか？まあ一つのだから潮流を作りましたよね。新しいビジネスホテルの潮流を作ったのはアパホテルだというふうにも言える。まあいろいろね、色物っぽかったり、ちょっと押し出しが強すぎて、なんかあんまり好きじゃない人も多いかもしれないけど、やっぱそのビジネスホテルの業界に風穴を受けたっていう意味では、まあすごい経営者ですよね。で、あともう一つその、まあ、表の顔がそうだとしたら、裏の顔って言ったらあれなんだけど、めちゃくちゃあの人、政治家に近いんですよ。仲がいい方が多いんですか？はい、あの、特にその石川県なんで、あの、森派の人たちとか、はい、森喜朗さんの地元じゃないですか。うん、だからその森喜朗さん系の、まあ、旧森派ですよね、自民党の、の方々、政治家の方々は、もう、すごく仲が、よくて。